はいどうも皆さんこんにちは、モドレです。ということで今回ですね、ペナントの情報が出たんで見ていこうかなと思います。はい、こんな感じと、プレイできる年数が最大30年から無制限になりました。現在198年目、えらいことになってるぞ。でこんな感じと、2046年、まあこれはいけるな普通に。でベスト9だったりと、まあここら辺も同じですね。この進化のインパクトは大きいと。実際に何年まで遊べる、まあ本当に無制限で遊べると。ただしここが注意点ですね。プレイ年数制限に関しては2016ぐらいには将来的に進むと予想していましたが、まあやっと来たと。で追加したスカウト、転身、転生選手、永久欠番設定、チームデザイン、球場設定、評価設定なども全てプレイ年数無制限に移行するには必須要素だと思っていると、いうことで、フランチャイズ球場の変更ももちろん行いますということが事前情報で言われていましたね。ただしこれ無制限といっても容量の都合でいくつかの制限がある。例えば様々な年度別の記録は30年分しか保存できないし、30年以降は古いデータから消えていきます。選手については99年に到達、もしくはペナント参加後30年で勇退という形で引退すると。スタッフについても70年を過ぎると交代が必要となりますということでですね、まあ制限はねちゃんとあると。100歳までにはいかないというところですね。まあ、99歳まで野球続けているってのもすごいけどな。はい、でもこれすごいな。ちょっと企画が増えそうですね、ペナントの。なんかまだまだありそうな気がしますね。で例えばチームの投手野手を最低人数にしていた場合はどうなると。最低人数にしたい、最低人数にしていた場合でも優待となると。契約更改で人数が足りなくなった場合には急遽募集という形でモブ選手が穴埋め要員として入団します。あ、そうなんだ、優待になるんだ。あ、本当だ、優待って書いてありますねここに。おお、なるへそ、ちゃんとそういうところはしっかりしてるんですね。ほうほうほう。急遽募集から阪神に片田選手が入団しました。これが多分モブってことだろうな。あー、なるほどね。まあでもすごいね、99歳まで続けられるのか。いろいろなところが変更されている。マスタートだと思ってます。いや素晴らしいね本当に。確かにまだまだペナントには必要な要素がいっぱいありますからね。で転生選手と、OB 選手や現役選手がドラフト選手候補や新外国人選手候補として登場します。新外国人候補ってことはあれか、新外国人選手も出るんか、 OB で出るんか。マジか、登場するのは全員ではなくある程度能力の高い選手だけと。スタッフなどからもいなくなっている可能性があります。現役引退選手は引退して、ああそうなんね、松井がいるぞ。松井、あ、でも能力はあれですね。まあもちろんそらそうだけど、 OB の能力じゃなくて若干弱体化している能力ですね。はあ、はあ、でこれを買う必要があると。なるほどね、 OB でちゃんと選手を入手している必要があるというところですね。一度に何人ぐらい出てくる、多くても3人までで、忠実のドラフト入団した時と同じ年齢で登場します。転生選手と表示されているのですぐに分かります。なるほどね、まあ確かに1、そうだろうな。特に松井とかなんてもう相当やばいだろ競合。成長の仕方はどうなっている、能力は元の選手データから少し下がった状態での登場、入団後にどのように成長するか決まっているわけではなく毎回変わります。元の選手データの能力通りに成長するわけではありません。なるほどね、若干変わっとるんか。まあ早熟だったりとかもしっかり設定されているってことですね。あ、4万ったかな、まあいいか。でシーズン通算記録などに応じて特殊能力を獲得したり消去されたりする仕組みがあったのですが、今回は分かりやすく見えるようにしました。これありがたいね、これね、マジでなんでねえんだよと思ってた。これ必要だろどう考えても。分かりやすいですね、獲得条件などが分かんなかった。そうそうそう、見るようになったら嬉しいですね。てか獲得条件あったんかいって感じだけどね、こっちからすると。こんなあったんかいっていう、しかも確率もあったんかいっていう内部データですよね。今までなかった内部データがついに表示されると。
で、メッセージを出したり、早送りを止めたりすることもできます。あ、はいはいはい。なるほどね。これもちゃんと搭載されていると。ここですね。止めるってやつ。特殊能力変化データ、クリア報告。うん、これもちゃんと存在していますと。で、下敷きの回は、まあ、ここら辺はあんま変わんねえな。情報が見れるのはいいですね。ずっと日程早送りに見たいと思っていたので、かなり嬉しいです。うん、確かにな。まあ、私はずっと、あれするけどね。早送りするけどね。で、ペナント、海外成績。これでかいね。選手名鑑で見たときに、田中将大投手や青木選手、福留選手などの海外での成績を確認できる。いや、これほんとでかいよね。これはマジででかいと思う。毎年海外の成績が記録されるようになって、日本に帰国したら成績を確認できます。野球殿堂入りの判定の時に海外の成績を含めて判定するかどうかなども設定で決められます。あ、そうなんだ。そこも決められるんか。途中で海外に行ってしまった選手は通算記録が足りずに野球殿堂入りできなかったりすることがあるので、海外の成績を含めて野球殿堂入りするかどうかを判断してくるのはありがたい。あ、そうなんか。じゃあ殿堂入りできなかったら多分これ見れないんだな。ここら辺の記録が。マジか、それちょっと、なんとかしてくんねえかな、それ。スタッフに転身するときの能力査定にも影響しています。ほうほうほう。あ、その問題が解消されています。まあ、これもありましたよね。確かに海外行って帰ってきたらなんか、スタッフとして能力値すげえ低いみたいな感じのこともあったんで、これが海外成績表示によって解消されると。なるほど。でも殿堂入りしないとなんか、殿堂入りもしくは日本に帰国しないと成績見れないんで、ちょっとそこがなぁ。まあ、でも大体こういう選手ってポスティングして能力高い選手がほとんど行くんで、大体殿堂入りすると思うんですけど、それでも、なるほど。殿堂入りしないと難しいね。ちょっとここはなんとかしてほしいな。あと、海外でのね、成長度の能力も分かるようにしてほしいな、できたら。そうしないとね、企画とかでできないんですよね。で、設定で国内のみに設定できますが、いや、もちろんこれ海外含むだろ。当たり前やろ、野球殿堂入り条件。で、ペナント永久欠番設定。何個まで設定できる ?24 個まで設定できます。おー、すげえ。一定の条件を満たしたら、その番号が永久欠番になるような仕組みが欲しいと思っていたのと、永久欠番自体はもっと特別な存在として豪華に見せたいと思って。ほうほうほう。まあこんな感じでできると。ここは巨人かな?うん。ね、6番名前ないけど。はいはいはい。で、ファイターズとかもできると。かなり特別感があっていい。あ、イベントあるみたいなんだ。金の野球殿堂入りした時にその選手の番号は永久欠番になります。あ、でも金の殿堂入りしないとなんね。これ結構重要っすね。金の殿堂入りって結構条件難しくて、投手だと勝率じゃねえや。250勝を、奪三振なんぼだっけ ?3000 だったか 3500? 確か3000だった気がするんですけど。で、打者だとホームラン300本以上だったかな。で、盗塁が、盗塁600だったかな。で、アンダが、2000本は確か銀だったから2500だったかちょっと忘れたんですけど、結構ね、厳しい条件なんですけど、まあこれをしたときに永久欠番になるというところです。青、赤、青、白と違うのは何?どういうこと?ユニフォームの背景の色が、何?ユニフォームの背景の色って。あ、これか。確かに若干違いますね、背景の色が。これどういうこと?赤が元からあるもの、青がイベントで追加、白が自分で追加。あ、そうなんだ。ほう。で、これ評価設定ですね。うん、区切り。お、すげえ。めっちゃ細かく設定されてる。選手の年俸評価、新人王や MVP などのタイトル受賞者を決める査定をする上で、どの記録を重視している評価を自由に設定することができるものですと。規定投球回。あ、ここら辺もあるんだね。あ、すげえ細かく設定できるな。お、予想以上に。すごいですね。完封勝利。完全試合とかあったら、佐々木朗希えぐい年俸になりますけどね。かなりマニアックな設定。いや、でもこれありがたいぞ。
全くいじくらない人もいると思います。まあ俺は絶対にいじくるけどな。これ長くプレイしているとそういった評価や査定が気になっている人も結構いると思います。設定をいじってどんな変化が見られるかも試してもらえればいいと。まあこれ間違いなく守備をいじる人は多いと思います。今までねゴールデングラブ取ってもね大して年俸が上がんなかったりしたんで、やっぱりこの守備の評価っていうのを重視してもらいたいっていうのはありますね。で設定変更が影響するのはタイトル受賞者が決まる前ですと。受賞者が決まってしまうと設定を変更しても変わりません。なるほどね。でこれがあれか、最年少記録か。パープル8ぐらいからずっと入れたいと思っていて、いやパープル8ぐらいってお前2001年のゲームだろ20年かかってんじゃねえか。ようやく実現しましたというところで、まあこういう感じで番長だったり星野さんだったりとか選ばれていると。あ、てかすごいね、この年の記録までやってんの。え、何どういうこと。1710ってどういうことこれ。ん、これはどう、この頃だって野球ないもんな。え、これ年数だよね。あれ俺勘違いか。年数ではないか。さすがに。まあそうだよな。金子千尋とかもいるしな。で、2000安打。うん、こういう感じで、しっかりと記録されると。まあちゃんと、こういう感じで、なんつうだろう。まあ昔のチームだったりの選手も確認できますと。いうところですね。坂本選手の2000番打や村上選手の100本塁打などで話題になって、村上って100本持ってんの、嘘だろすげえな、まだ全然わかんない、若いのにね。ぜひチャレンジしてほしいと。で練習機材ですね、レベル3から10段階に追加、ポジション別か選手特化の追加、うん、細かなところも改良、進化しているところがあると。まあ今までレベル3までがマックスだったんですが、今度レベル10になるというところですね。まあこれはありがたいね。ペナントってなんだかんだ金マックスにしてやる人が多いと思うんで、まあまあ十分ですねこれで。で覚醒した男と、これなんだ、堀之内、堀之内めちゃくちゃ強いぞ。まあ、ここら辺が今まで、早熟で、コーチから早熟のようだ、みたいな感じだったんですが、これも細かく見れるようになると、海外志向が強い。これなんだ、成長速度が緩やか。あ、こんなんも出るようになったんだ。いいですね。で、これチーム愛だったり、能力タイプと、いうこともここで確認できると。確認できなかったっけこれ。俺これあんま見てないからわかんねえんだよな。コーチの評価でしか見てないから。守備成績表、盗塁阻止率。これってなかったっけ今まで。チームのあんま俺、守備全体の成績見たことねえな。で、岡本の成長タイプが普通から、どういうこと、番宣会守備、どういうことこれ。こんなことあんの、調査力がかなり重要になったと思います。特殊能力の数が増えたり、持っているかどうかの判定精度も高くなります。なるほど、じゃあスカウトは普通に強いやつやった方がいいね。うん、そうそう、こんな感じで見れるようになったんだよね、ドラフトで。これありがたいよな。まあまだこういうネズミ色みたいな感じでわかんないんですけどね、持ってる可能性があると。でバータスの能力が、バータスか。うん、こんな感じで能力を持っていたと。なるほどね。長くじっくりと遊んでもらいたいだね。で、マイライフですね。ちょっとね、私、マイライフはにわかなんで、ちょっとわかんないんですが、前作まで選手に連絡して一緒に練習する仕様がありましたが、連携練習という形に進化しました。あ、これはね、ありましたよね。電話しなくても、これでできるようになったのか。これありがたいですね。で、これが言われていた、基本連携ですね。相手の連携ポイントをアップさせることができる。
相手に教える場合には必要な連携ポイントが決まっていて、その回数に達したら特殊能力を獲得する仕組みになっていると。まあ、これも事前情報にあったやつですね。うん。K 鈴木が急速安定になった。K 鈴木出てくんな。必要な回数がわかるのは予定を組みやすくしているといいと。自分だけが試合で頑張ろうとしてもチームの勝ちに結びつかないところがあるので、チームメイトにも能力アップしてもらうことでチームが勝ちやすくなっていますというところですね。他の選手の特殊能力に関しては今回の本をプレゼントする方法も残っています。はいはいはい、本もプレゼントできると。これ前作あったんかね、俺マイライフね本当にわかんないんで。国際大会で代表メンバーに選ばれて海外にいるときには代表メンバー同士で特別に効果の高い連携練習ができるようになっていると。千賀と山本がいる。あ、これ海外組でトレーニングできるってことか。あ、すごいいいね。国際大会もねありますからね。ここでクソ高えジェット機みたいなのを買えますからね。20億ぐらいするっていうコントと。で、マイライフ特殊能力ファイル。これもいろいろと改良しましたと。こんなんあったっけ？で、まあ、クリスタルがね、今回新登場というところで、新たにクリスタルをはめるというのが追加されたと。まあ、これで、結婚だったり、あと恋人を作るってところがね、結構重要になってくるというところですね。連携練習を使用します。タイトルとかも、タイトルみたいな感じで目標を達成することでクリスタルも手に入ると。山本なんだけど、まさかの防御力すげえな。防御率 1.37 やで、すげえな。選択肢がいろいろあると。虹色の万能クリスタルというものもある。おお、そういうことか。まあ、クリスタルにもいろいろな仕様があるといったところです。で、今回、彼女も新キャラクターと。まあ、ここら辺がサクセスのキャラですよね。専用アナウンサー、プロゴルファー、占い師の3人と、3人しかいねえのかよ。新規のキャラ。おお、なんだこれ。少し、占わせていただけないでしょうか。これ、素顔見れねえんか？で、これがプロゴルファーと。あ、難易度はかなり下がっているんだ。おお。まあ、赤い糸とかいうアイテムあればできるんですけどね。おすすめキャラ。中でも占い師はお気に入り。確かにな。ちょっと不思議な感じがいいですよね。転生選手ももちろん登場すると。お出かけで OB 選手と出会ったりする。という従来の仕様はなくなりました。あ、こんなんあったの？イチロー選手が来たらやばいね。連携練習しまくりになりますね。確かに。ミスターツーラン、サンデーまでデイゲームなどがあります。マイライフだけしか、取れないんだ。確かに昔ありましたもんね、ここら辺。おー。あ、いいね。サンデー丸。選手を書き出した時は消えてしまった記憶があるけど。ペナントにいればもちろん能力が発動します。まあこれは、あれですね、マスクデータってやつですね。パワープロにはまあ短期だったりとかがマスクデータとして表示されるんですけど。ちょっとやばいな、めっちゃ長くなったな。自動試合を一新と。画面化かな。まあ自動試合が画面化になったと。はいはい、これもまあ、言われてますね。ペナントではもともとシーズン成績が表示されていた。今回の打撃成績に切り替えることもできるし、能力一覧にも切り替えられる。へえ。弾道4だけ、好調の時は 0.25。調子と弾道の関係。あ、そうなん、そんなのも入ってんの？すげえな、これ。マジか、めちゃくちゃ細けえな。へえ。調子で弾道が変化するようになったところ。ああ、これでかいね。調子で弾道変化するようになったんか。
調子だ1段階につき弾道 0.5 ずつ変わるので、あで 0.5 も変わんの。弾道4だけ好調の時は 0.25 ずつ上がっていきますと。あーなるほど、内部的に上限が 4.5 なのか。弾道4でゼフ長だと3になります。あ、そういう仕様になったのか。だいぶ変わったな、仕様が。プロスピでもなかった、マジか。これ初ですね。1軍2軍から1人ずつ出るようになりましたと。2軍でもか。まあ確かに2軍にも注目できますね。でもこれ、あ、これペナントマイライフどっちもか。いや、長えな情報、やべえな、これ。20分超えてるよ。二度押しとコントロールの関係。コントロールに応じて二度押しのリリースするタイミングがランダム変動するようになりました。コントロールがいい選手は一定のタイミングで投げられるが、コントロールが悪い選手ほどリリースのタイミングがブレるので、同じテンポでは、あ、投げられない。へえ、どういうこと？リリースするタイミング、例えば、投球開始して、2秒後にナイスピッチのタイミングがある投手の場合、1.8 秒後になったり、あ、そうなんだ。まあ今までリズムゲーみたいな感じで、だいたいここで、例えばね、俺が聞いた実況者さんの話だと、ナイスピッチってこう投げる、こうカーソルじゃなくて投げる瞬間に押す人が多かったんですけど、これができなくなって、今度は結構カーソル見ないといけなくなりましたね。まあでもコントロールがいい選手は多分ちゃんと2秒後とか安定するんですけど、悪い選手はこういう感じで若干ブレたりすると。しかも結構でかいブレだな、 0.3 秒って。相当でかいブレですね。でこれ注意しないとだね。サークルを見てタイミングを取れば問題ない。まあこれね、これ結構ね、 e スポーツの人とかだとこのタイミングで投げてたと思うんですけど、これが変更されると、まあ、e スポーツの人はやっぱりここら辺注目しないとだね。やめてくれみたいな反応。ポジティブな印象。あ、ほんと。まあ、確かにコントロール使う、コントロールが悪い投手使うの怖いね。で、ベールナドーム。あ、はいはい。VR の話と。まあ、VR はいいか。あ、え？ちょ、待てよ。歴代ユニフォーム飾ってるのが見えたり、スタジアム外のライオン像が見えたり。あ、すごいね。え、すげえ作り込まれてるな。わ、すごいな。あ、ちょ、待って、VR 面白そうじゃねえか、若干。石、なんかいるぞ。今ね、忙しいですからね、石井さんね。で、シュート回転をもはや武器としている投手が新しく追加された特殊能力とはと。まあ確かに一番増えたね。シュート回転をもはや武器としている投手がいるんで。あ、なるほど。シュート回転の、あ、お得版ってことなんだ。ナチュラルシュート。シュート回転するし威力もあるよ。はあはあはあ。シュート方向に変化する魔球とも呼ばれていて、その上で球は軽くなるデメリットがあったので、青特殊能力とも入れてたんですよね。今回は多分そのデメリットがなくなるんだったよな。アウトローに投げたらブレて甘いコースに入ってくる弱点も追加されたので完全に赤得になった。あ、弱いね、それは。相当弱いな。シュート回転の両持ちの選手もいるけど、抜け気味で指にかからない弱いストレートが行ってしまうこともあるよというのを表現していますと。成長がいい選手といまして、無理やりカットボールにしたりしていました。あ、そういうところを変更したと。まあ、これはいいですね。玉持ちリリースも扱いが変わっています。マジで？死に特殊能力に近いものだったんです。まあユーザーには確かにな。玉持ちの方ですが、
着眼点の表示タイミングが1フレーム遅れるという効果だったんですが、ストレートと変化球の表示タイミングを調整しましたと。リリースを持っている投手はストレートと変化球の着眼点のタイミングが同じにという効果になりました。なのでリリースされたタイミングではストレートか変化球かは判別できず、変化と下回転を見て判断というようになっています。リリースを持っている投手はストレートと変化球の着眼点タイミングが同じに、ストレートと変化球だ、これ前作もそうじゃなかったろ。フライボールピッチャー、まあここら辺も追加されると、フライ性の打球がもうちょっと上に行く、ゴロ性の打球がもう少し下に行くだけなので、ああそうなんだ、よりいい角度になって球が飛びやすくもなれば逆に上がることでボンフライになるということですね。なるほどね。赤を得になっています。荒れ玉。荒れ玉はまあパワープロアプリにも存在しますかね。あと大変化球もあるしね。で、決勝だと。これもパワープロアプリに追加されましたね。マルチだ。ホームラン打っているとパワーが上がる。そんなんもあんの今回。パワープロアプリからのね、特殊能力もあると。いや、やっと終わった。長え情報。はい。ということで、いや、これどうする、キャラメイク編いく、これ長いキャラ、長え。長え。どうしよう。いや、もう行くか。いや、長いな、動画。長いですが、ちょっと見ますか。長え。ようやくキャラメイクを強化することができましたと。ちょっとね、サクサクいきますね。はい。で、5種類かなというところで落ち着いたと。ホームベースって名前がある。あれはちょっと笑った。ちょっと長いな。で、顔普通と。これが今までのものになっていますと。で、長方形がごつい。パワーってイメージ。癖物とかをちょっと出せたらいいかなと思いながら。うわ、すげえな。この、ほっぺた長すぎだろ。で、小顔は女性方向のデザインになっていると。あ、全然違うものも搭載されてるんか。あ、いいね。女の子の選手が活躍できるのはいいですよね。まあ、ジョキャラそう、依頼が来たんですけど、定義ってバラバラなので、まずそこを絞っていくのに一番悩みました。いや、でもいいと思うで、これは。これ、あんこちゃんの髪型かな?たくさん入れたので。あ、ほんとだ、いいね。かわいいね。このアイドルが再現できるかなみたいな感じで資料とかたくさん集めてましたよね。ほーん、いいね。そこら辺大切だよな。あれ、ちょ待って。あ、矢印消えた。焦った。世界観が広がった。ほっぺ、え、ほっぺ?あ、そういうことね。これ、赤いやつか。ここは譲れんみたいな。このほっぺが一番特徴的だと思っている。まあそうだわな。赤いほっぺね。アップデートをかけてもらうと、あ、マジで増えると。こっからさらに増えんのか。顔の変え方。普通とか可愛いとか。はいはいはい。編集でできますと。まあ、ここら辺もあんま変わらんな。で、パワターが、ホームベース標端来た時に王となった。まあ、確かにな。モブ選手も新しい顔になっている。あ、すごいね。もうめちゃくちゃ個性豊かになってるぞ。前作見たら多分、あれ?こんなんだったっけ?って思っちゃう。確かに。で、各マネージャー。これも、あれですね。マネージャーがちゃんと変わるという仕様ですね。みんなで言い合って盛り上がってた。ちょっと味のある顔の子も出てくるんだけど、頑張っていいところを見ると愛嬌がある。全員アイドルみたいにして。12種類あって、5つは以前の栄冠までの髪型を引き継いでいますと。
方法、あ、ごめんなさい。いや、動画長すぎて切れちゃったな。もう一回かけ直すか。髪型がそこまで多くないので、茶髪とかの色バリエーションを多く見せようとしまして。専修高校もマネージャーが見た目違うやつが毎年出てくるというところで。これデートもできんのかな？マネージャーと。栄冠9とは違った顔出しの子が出てくると。2D の見た目がメインになります。これもいいよな。それぞれ別のデータなので見た時の印象になるべく差が出ないように意識して調整していますと。これすごいよな。頑張ってよな、これ。だって相当かかるでコスト。これ相当頑張ったと思いますよ。キャラメイク。で、アレンジですね。アレンジユニフォーム。こんな感じと。ちゃんと名前で、名前じゃねえ、漢字でできるようになりましたと。これでかいよね。俺これ絶対無理だと思ってたけど、ついにやったんかっていう。すげえさ、コストやっぱり時間かかるんで、絶対できないだろうなと思ってるんですけど、やっぱりすごいね。コナミの技術力は半端ねえわって思いました。アップデートをかけないと見れませんと。まあ最初にアップデートしないとですね。漢字って何文字？ 450 文字すげえ。8割くらいカバーして。いや、すげえな。胸ロゴは横書きだと5文字、縦書きだと3文字と。うわ、すげえな、これ。いや、これマジですごいと思った。びっくりしたわ。倍以上に増えている。わあ、すごい。新しいやつ。あ、ほんとだ。追加されてるわ。ちょっと情報多すぎだな。で、これサクセスのね、ユニフォームですね。ここら辺が新しいやつ。で、連連。ときめきステーションか。で、暁。これは S だから、詩人かな。で、アンドロ、廃墟。これは立花学園か。ああ、これ立花学園や。え？パワーフェスどこ出るんだろう。で、帝王というところですね。え、これどこ出んだろう。で、あと、ユニフォームは、まあ、買って開放できるというところですね。パワーパークでは使えますよね。ああ、ほとんどのモードで、まあ、使えるみたいですね。まあ、マイライフでは無理だろうけど、あ、って感じですね。あ、そんな長くなかったわ。はい、という感じでした。まあ、ちょっとね、長くなったんですが、まあ、とにかくね、情報盛りだくさんでしたね。いや、すげえな、今回。本当に、2016の時もね、パワープロって相当盛り上がったんですけど、2022はちょっとレベルが違うな、これ。今までのパワープロのレベルをはるかに超えている期待値ですね。これちょっと早くやりたいな。まあ、特に、うちのチャンネルはペナント、あとサクセスもね、多いんで、ちょっとね、また新たな企画とか考えつつ、いろいろやっていこうかなと思います。まあ、栄冠もね、やりたいんですけど、栄冠の企画思いつかないんだよね、なかなか。なので、とりあえずは、まあ、サクセスの動画だったり、パワープロ考察と、プロ野球解説と、あと何でしたっけ？あと、架空選手か。をやって、で、まあ、なんか新しいものを見つけられればな、というふうに思っております。で、あと、ちょっとね、YouTube の今、不具合で、動画があんまり投稿できない状態になってるんですが、まあ、ちゃんとですね、この不具合解消したら、ガンガン動画投稿していきたいと思いますんで、まあ、今動画結構ね、何本か作ってるんで、それをね、一気にもう解放したろうかなと思っております。じゃあ今回この辺でお疲れ様でした。